趣味とかを聞いてゴルフやりますっていうのを聞いた上で何を質問するかっていう時になると結構頭が真っ黒になってしまって、自分がもうドヤ顔で喋ってたものが返しをされた時の恥ずかしさだったりとか恐れっていうところは感じるように、かっこよくなると、うん、なんか受け入れてもらえる前提で喋れるようになったんですね。だから自分をこう外見的に磨くとか自分のことを好きになるための努力ってめっちゃ大事だと思うんで、自信のあるふりをする、本当にそれってコミュニケーションの、ね、真髄だと思うんですよ。自信があるふりをすると自信とかについてくる。信頼人こんな添え方しないじゃないですか。そうそう、自信がある人ってきっとこういう喋り方するんだろうなって想像のもと演じてみるんですよ。そしたらじゃあ銀河さん、うん、お願いしますね、はい、自己紹介と今日のお悩みをお願いします。はい、お願いします。こんばんは、愛知県出身の26歳です。情報通信業で営業職をしております。今年でキャリアは5年目でございます。で、今日、相談させていただきたい内容としては、2点ありまして、1点が、質問力を鍛える方法っていうところですね。まあ、ちょっと先ほどのキャンさんとの、セッションの中でも、問いかけの部分っていうところを強めましょうっていうところであったんですけれども、そこに対して、興味のない話題に対しても、それをですね、引き出せるような方法っていうところをですね、モチベーションというか、心持ちとして学んでいきたいなというところです。もう一つが、基本的に会話をした後にですね、はい、こういう返しがすればよかったなとか、こういうふうに話をすればよかったとか、いろいろと後悔することが多いので、ちょっとそういったところを改善できるような、何かしらのコツみたいなところを、相談させてもらえればと思います。はい。質問力と興味がない。どういうことに興味がないというふうに思われたんですか？そうですね、例えば会社の、ビジネス現場とかでおいてなんですけれども、自分は全くゴルフをやらないので、ゴルフの話に対してとか、先ほどその何ですかね、周波数を合わせましょうっていうところに対して、あ、この人ゴルフ好きなんだな、趣味とかを聞いてゴルフやりますっていうのを聞いた上で、じゃあその上で何を質問するかっていう時になると結構頭が真っ黒になってしまって、で、月並みな質問をしていってどんどん広げていこうと思うと、何ですかね、そこを投げるだけでも必死になってしまっていて、相手の言ってることだったりとかっていうのをあんまり覚えられずに帰ってしまうケースが多いというような形ですね。広がっていかないんですね、その興味がない話題に対して、そもそもでもその興味がない業界の、知識だったりとか、多分その取引先の方ですよね、今おっしゃってたその問題が生じてるっていうのは対人関係で、そこも含めと上司とかもっていう形ですね。上司とか、仕事で必要な対人関係ってことですよね、はい、だとしたらその知らないっていう自負があるわけじゃないですか、それを知ろうというアプローチは今されてるんですか、ゴルフ興味ないけど一応知識として入れようみたいなアプローチしてますか？はしてないですね。でもそこなんじゃないですか。岡本さんはいかがですか？厳しいですよね。私もゴルフ、皆さん お好きなんだけど、私も全然わかんないんで、わかんないですよって言っちゃうんですけれども、確かにわかんないって言ってってないかもしれないですよね、そもそも、そうね、もう分かんないんでって言って、じゃあどこが面白いんですかとか、とりあえずもうフォローアップの質問が重要なんですね。まず最初の質問をしてから、それになんとなくこう乗っけていく質問っていうのが一番質問の中で大事なので、ゴルフなんだよって言ったら、ゴルフのどこが面白いんですかとか、でどの辺行くんですかとか、とりあえずもう一言二言質問をしてみて、どうしてもそれが嫌であればこうギアチェンジの質問って言ってあって、ちょっとそれをずらす、そういった形でこう質問いろんなパターンがあるので、それを使い分けていくと広がっていくんですよね。でもなんかゲリラ的な人間関係でその興味ない話題出たらもちろん分かるんですけど、その職場の関係とか仕事に必須な人間関係で知識不足で会話が盛り上がらないんだとしたら、そもそも僕はゴルフ興味なくても調べるべきだと思いますし、例えば質問の仕方が分からないって話をね、おっしゃってましたけど、僕が例えば、僕もゴルフそんな興味ないんですけど、もしゲリラ的に出会った人がゴルフめっちゃ好きでめっちゃ熱量持ってこられたら、ごめんなさい、マジでゴルフの魅力だけが分かんなくて日焼けもしたくないし、そんな僕がゴルフやりたいって思えるなんかないっすかみたいな、ちょっとなんかプレゼン逆にしてくださいよみたいな、うまいみたいなことを多分僕だったら聞くんですよね。もう俺をゴルフ好きにできる自信ありますかみたいな、ちょっとなんかそういう質問の仕方を多分すると思うんですよ。そういう聞き方もありだと思いますし、でも職場にそういう人がいるんだったら、まず僕勉強した方がいいと思う、ゴルフを。まず勉強して、それでも分からなかったら、もう確かに分かんないんで教えてくださいっていうスタンス。そう、
人ってなんか教えたがりみたいなね。それなんですよ、もう人生最強の言葉はですね、教えてください、うん、アドバイスをください、うん、これね人生最強の言葉だと思います。これ嫌がる人いないもん、頼られたいんですよね。そう根本ね、そう聞かれたいし自分喋りたいし、うんうん、なんでそれでもすいませんじゃあ教えてください。だから今のすごい うまいですね、うん、完璧ですね、素晴らしい。スコアがちょっと伸びたぞ今素晴らしいうん、でもそれはもう解決ということで、あともう一つのね、会話するときに、うん、ああ言えばよかった、こう言えばよかったって終わった後に思っちゃうっていうことに関してなんですけど、うん、めっちゃいいじゃん。だって自分のね改善点がちゃんと分かってるってことだから、うん、何が悪かったかを分析できてるってことはね、でもなんかね過去にした会話で、うん、なんで覚えてないかっていうことの原因が分かんない、うん、覚えてないの会話したこと、うん、そうですね、覚えてないこともしばしば多いですね、かなり。え、今日の話はちゃんと覚えて帰ってくださいよ今日大丈夫です、はい、もちろんです。あれ何話したっけみたいな、何なんですか。わからないです、ちょっと後になってみないとって感じなんですけども。本当頼むぜ本当覚えて帰ってくださいよ。何でこう覚えられるのかっていう原因を知りたいっていうことなんですか。会話覚えられない興味がないんじゃないかな、やっぱり。あ、そうですね、その興味のないトピックスとかのものに関しては、まあ、なんですかね、まあ、話をしててもあんまり覚えてないことが多いですね。マジか、喋るのが好きじゃないのかもしれないですね、うんうん、あ、それはありますね、うん、多分好きじゃないと思う、俺喋っててなんか多分あんまり喋るの好きじゃないんだろうなと思って。だとしたら物理的にメモ取るとかしかないですよね、もう本当そういう、うん、会話に興味なくて。でもパーソナリティって僕卵料理だと思ってるんで、タンパク質って一回熱すると形変わらないじゃないですか。ゆで卵をめちゃくちゃ必死に努力して、まあ、目玉焼きにしようって僕無駄な努力だと思うんですね。パーソナリティもそれと一緒なんで、多分今後銀河さんが話好きになることはきっとないと思うんですよ。だから会話に対して熱量がないから、そうどうでもいいことで人忘れちゃうじゃないですか。もうメモ取って、メモ取ってゴルフしに行きましょう。あ、はい、でもそもそも喋るのがお好きじゃない銀河さんはコミュ力上げる、そもそも上げるべきなのか、でどうすればこう上がりますかね。いや、あの、まあ、相手に興味がないって、結構これね、あの私おじさま方のやっぱり家庭教師してると多いですよ、うん、多いすっごい多い、だからね、うん、多分ロナさんすごく特殊、もうしゃおしゃべり超おしゃべり、もう超おしゃべり、分かる。でも私がしても教えてるようなですね、うん、おじさま方は人に興味ないっていう、すごい、まさにじゃあ銀河さん、物には興味ある、物に興味あります、うん、物は結構興味あります、あ、興味ありますよね。だったら物、あのね、共通のものを見つけるんですよ、誰かと。うん、だからつまり友達って共通の今日の友達だと私は思うんですね、うんうんうん、共通点があればどん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 友達は増えるし、うん、関係性は深まっていくので、自分が好きなものを共有する仲間をどんどん作っていくっていうことが、まあ、おすすめです。あの、なるほど、なかなか人に興味、だから人に興味あるってね、あんまりいないんですよ。いないんだ。え、女性はね割と多いんです。でも本当おっしゃる通り、あの、ね、上に行けば行くほど年齢が、うん、あの自分のことは喋れるんですけど、うん、あの相手のこと興味ない人とか多いです。多いです、質問出てこないもん、うん、でもそうすると共通のコミュニティしかできなくなっちゃうじゃないですか。例えばアニメが好きでその共通の友達を作ると、うん、共通のね、でももうそれでもそこでしかうとか、そこで作るコミュニティも大事だと思うんですよね。あ、もちろん大事です。でも職場の悩みでこれどうしたらいいんですか。このゴルフ興味ないのに、ずっとゴルフの話を銀河さん聞かされてるんですよ。で忘れちゃうぐらい興味ないんですよ。例えばじゃあ食べ物とかなんかあるじゃん、なんかこう地元の話とか、なんか仕事の話とかでもいいと思う。何でもいいの、共通のなんか話題みたいなのを、ゴルフじゃなくてもなんかあるんじゃない。なんかえ、なんかあるかな、なんかあるよ、なんかあるか、あるよ、まあ、探せばあると思うよ、頑張ってよ、ほんと、いやいや、そう探して探して、とにかく昔は銀河さんね、喋るのよくお好きな子供時代だったんですよね。俺もじゃあそうですね、まあ、本当になんだろうな、ベラベラ喋るっていうようなイメージが、うん、まあ、学生時代の例えばアルバイトの友人だったりとかっていうのにはイメージは持たれてたりはしましたね、うん、何があったんだ、なんでですか、何があったんですか。そう、本当に学生時代からこの社会人生活に至るまでの間で静かに喋れなくなっている自分がいて、で、まあ、でそれで喋れなくなったんで、反対に質問をして相手に話をさせて、まあ、話をさせるっていう形にシフトしていったんですけども、それもなかなかうまくいかなくて、あんまりその何ですかね、質問のワードってところが出てこないっていうのが、まあ、最近の悩みってところでここに至ってる形ですね。
珍しいケースですね。いや多分ローランドさんが珍しい。え、話しようが好きな人が徐々に話すの嫌いになっていくっていうのは、え、ありますよね。やっぱりこう社会人になったり学生になったりするとやっぱ場数なんですよね、コミュニケーションって、うんうんうん、場数をどれぐらい踏むかっていうのがあるけど、場数そんなにありました？やっぱりこういろいろ雑談するとか。あんまり多分社会人になってからの方が少なくなったかなとは思います。やっぱ日本人ないですよ、やっぱそういったこう鍛えていくって、筋肉と同じでとか自己肯定感の低さも原因なんじゃない？それは低いかどうか、低いか自己肯定感高いですか？いや多分低いんじゃないですかね、うん、あのそれこそ学生時代は高かったです。ああの怖いもの知らずの感じでした、はい、社会人になってこう鼻へし折られたっていうこともあるんですか？そうですね、本当に何ですよ、失礼なこと言うと学生時代にちょっとバカにしてたおじさんたちがよくよく考えるとものすごく優秀なおじさんたちだったとか、うん、まあ、そういったケースを素直でいいと思う、素直でいいと思う、はい、あの感じて、まあ、どんどんその喋る内容っていうところにおいてちょっと何でしょうね、自分がもうドヤ顔で喋ってたものが、うん、ちょっとその返しをされた時の恥ずかしさだったりとか恐れっていうところは感じるようにはなりましたね。そこだと思う、僕自信がないんじゃないかなって思ったんですけど、なんか僕も例えば昔は